日曜ラジ歴イエーイということで、今週も日曜ラジ歴ですけれども、いやー暑いっすね。暑いっす。体がペタペタしてきました。ペタペタしてきた何ペタペタって、うん、なんかベタベタまでではないんですよ。あ、そういうこと。ベタベタの一個手前っていう感じね、うんうん、そう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 、うん、まあだからやっぱりちょっとムシムシね、暑さが、うん、ちょっと本格化するちょっと手前な感じかな。もういつ本格化してもおかしくないね。こう地面からなんか来てるよね、水蒸気が、うん、来てますね。もうこう蒸発して今上がってってるぜみたいな、うんうん、上げ上げだぜっていうのを、ね、すごい感じてくるよね。めっちゃ感じますよ。マスクして、ね、外出とかもしてますけど、やっぱり同じマスクでも先月してたマスクと今月してるマスク同じマスクなのに、なんか息苦しさが変わってきた感じもしますね。俺もうマスクは、うん、顎マスクになってる、うん、外人、うん、だって人と喋らない時には必要ないの。くしゃみもしないし、うん、そうねそうね、うん、だから人と喋る時にあっちいなっていう感じにはなるけど、うん、そうね、うんうん、まあなんかその辺うまいこと付き合っていけるといいですけどね、うん、今日は、まあ、夏ってなるとさ、はい、まあいろいろあるじゃない、はい、夏ってなんかこうさ、なんだろう、その夏の経験が少年を大人にさせるみたいな、なんか、うん、夏のさ映画とか夏の小説とかってさ、はい、こうひと夏の経験とか冒険を超えて、うん、少年少女が大人になるみたいな、うん、そうね、少年が大人になるって言ったらもうあれじゃないですか、スタンバイミーですよね。スタンバイミーだね。もうこの名作映画をね、なしにその少年少女の、うん、少年のね成長というのは言えないよね、うん、語れない語れないよね、うん、少女側はどうですかね。すると少女側、まあ、パッとちょっとずれちゃうけど、まあ時をかける少女、うん、とか少女、はい、うんうん、時をかける少女とかは、まあはい、少女が成長、夏っていうとなんか、まあ、この辺タイムリープものではあるけど、うんうんうん、まあ、そのあたりかなって思うな。そうね、うん、だからさ、うん、まあでも、まあ、少年少女が大人になるってあるけど、こう、うん、ソッシーは自分がなんか俺大人になったなって思った経験とか、うん、はい、このタイミングで俺大人になったなってこう実感したタイミングってどんなところにある？うんうん、はい、いやめっちゃ最近の出来事でもいいですか？うん、何？人生で初めて胃カメラを飲みました。胃カメラ飲む年齢になったんだな、あ、大人になったなって、なるほどね、感じましたよ。まあ、健康診断引っかかる年になったんだなっていう。そうね、うん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 、そう、まあちょっとそれは最近すぎるけど、大人というかおっさんになったって話だね、それは。そうだね、スタンバイミー感は全くないんですけど。ないね、ないね、はい、はい、リートンはどう？リートンの大人になったな、大人になったって言ったらやっぱりあれだよね、うん、僕は本屋で はい、本屋で本を買えるようになったことから、自分で、その時に、あ、俺大人になったなってなんか思ったね。それまで、うん、まあブックオフとかじゃないと本って俺買わなかったのよ。だから図書館行くか、うん、ブックオフとかで、でそれが、うん、あとはどうしてもこの本が欲しいっていう、はい、すごく決意を持ったあれで行かないと、うん、本屋っていうのは僕にとってはその立ち読みして本を探す場ではあるんだけど、なんだろう、その買う場所じゃなかったのが、うんうんうん、こう社会人になって、なるほどね、自分でお金を稼ぐようになって本に、うん、まあ金に糸目をつけんじゃないけど、はい、お金かけてるようになったっていうところか、まあ自分だったらそれがなんか、なんだ、箱買い的な、うん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 、こう感覚だったんだよね。大人買いの感覚があって、うんうんうん、俺毎週本屋で本買えてるよみたいなのはなんか思ったけど、うんうんうん、でさ、まあ、冷静に考えて、で大人になるってどういうことなんだろうって思うのよ。なんか今言ったことって、うん、お金を稼げるようになったって話じゃない？例えば、ね、うん、芦田愛菜さんなんかはね、もっとお金、うん、はい、そんな幼少期の方から稼いでらっしゃるわけだし、うん、例えば、ね、うん、体の問題についても、まあ、大人になったというか、うん、まあ、酷使した結果じゃない、うんうん、はい、なんかその大人になるって
何なんだろうっていうのを確かに最近弱い38になってもう今自分は大人じゃないんじゃないかってすごく思うのよ。うん、また少年なんじゃないかと。いや少年とかそういう綺麗な言葉じゃなくて、うん、なんだろうな、なんかあの幼稚さが何だろう、うん、大人に慣れてない自分をすごい感じちゃうのよね。それなんか大人になりたいっていう気持ちもある。大人になりたい、なりたい、なりたい、うんうんうん、大人になりたいんだけど、なんか全然こうちっぽけだな、ちっちゃいなっていう。だから自分のまあ器の小ささをして幼稚だなとか、なんかダメだなっていうのを思うけど、だからそういう意味ではあの今ね、この4月からこう成人年齢が18歳に引き下がったけれども、その18歳から見たらかけるにした36よりもこう2倍以上生きてるけれども、全然こうなんか大人になれた気がしないなって。なるほどな、ね、でもなんか一人の人間の中で大人に慣れてる側面と大人に慣れてない側面ってなんかあるね。なんか一つで語りきれない感じはなんか今話聞いててなんとなく思いますけどね。そうだね。だから、まあ、やっぱり人間いつまで経っても未成熟のまんまなんだな。だからそこからどう成長していくかっていうのを、まあ、いくつになっても、いつになっても、はい、まあ、スタンドバイミーじゃないけど、やっぱり成長していかなきゃいけないんだなって思う。そんなね、夏の入り口に来て、この夏で僕は大人になれるのかなっていう気持ちでね、またドラえもんの、なんかドラえもんの映画でもなんかちょっと見ようかなっていう、今そういう気分になったの。あ、それ見たらなんかちょっと変われた自分いるかも、うん、あのちょっと成長した自分にね会いに行けたらなと思ってますけど、皆さんもなんか夏って、思った時になんか成長とかそういったものをねなんか思い出すことありますか。さあ今週メッセージテーマ、お伝えしていたのが必殺楽々時短レシピ、はい、あー時間がない、もう考えるのが嫌という時に頼っているあなたの必殺レシピ教えてください、教えてくださいというメッセージで、うん、はい、いただきました。メッセージ紹介したいと思います。知りたいうさぎさん、ありがとうございます。知りたいうさぎさん、ありがとうございます。知りたいうさぎさんの必殺レシピ何ですか。豆腐丼だそうです。麻婆じゃない、麻婆じゃないです、豆腐丼。ほう、豆腐丼レシピ書いてくれてます。ご紹介しますね。どんなレシピですか。豆腐、ザーサイ、ジャコ、味付け海苔に味付けごま油と醤油をかけてご飯の上に乗せて食べるとコクがあって美味しいです。確かにやったことなかった。良さそうだね。なるほどね。だからもう、そのままシャシャシャって切って、もうご飯の上にそのままかけちゃって、ごま油さっとでガッと、ね、かき込んじゃうっていう、これ、いいじゃん。多分 2,3 分でできちゃうよ ね。 2,3 分どころかできますね。シャシャシャっとできちゃうね。なんか気も、なんかかかる時間、納豆ご飯食べる時間とあんまり変わんなそうな、納豆混ぜるのと考えたら、こっちの方が早いかもしれない、早いかもしれない。混ぜるなんか腕の負担とか考えたらこっちの方が楽かもしれない。はい、どなたか料理研究家の方のレシピだったと思いますが、これからの季節にぴったりでおすすめですということで、知りたいうさぎさんのレシピでしたけど、これいいですね。いいですね、だそれでそのまんまね、元気があれば麻婆までね作ってもいいかもしれないし、確かに、やってもいいし、まあやっぱ豆腐はいいよね、あの大豆、いいですね、イソフラボンのね、健康的でもあるし、はい、いやいいレシピをありがとうございます。今度やってみよう、豆腐丼やってみましょう。はい、知りたいうさぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて MI さんからメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。私のおすすめ時短レシピは3分肉じゃがです。3分肉じゃが、MI さんもレシピを教えてくれています。ご紹介します、圧力鍋に皮を剥いて適当な大きさに切った玉ねぎ、人参、じゃがいもと肉を入れて、お酒1/4、みりん1/4、醤油1/2カップ、ここまでで1カップ分と、調味料ね、酒、みりん、醤油で1カップ分、はいはい、とお水2カップを入れて火にかけます。圧力がかかったら3分放置して火を止めます。
我が家では残った肉じゃがの汁に車麩を入れて卵とじにして最後まで美味しくいただきます。ちなみに味付けをしなければカレー粉を入れてカレーにもできます。なるほど。圧力鍋は時短レシピの強い味方です、というご紹介いただきました。そうだね、僕もね、圧力の話ね、うん、先週したけど、やっぱまあ圧力かけたら、うんうんうん、こう、はい、放置もできるし楽だしね、いいよ、うん、うんうんうん、そうね。なんかその肉汁をなんかいろんな、なんかまた別の用途にしたり、カレー粉入れてね、スパイス入れてカレーにしたりとか、ちょっとこういうワンスパイスで違った料理にできちゃうっていうのもまた広がりがあっていいですね。素晴らしいですね。あるものをね、使ってうまく融通してということで、ありがとうございます、うん、ということでですね、はい、今週は、うん、我々の募集テーマに対して2通全部をねご紹介したということになっております。やっぱちょっと、はい、まあなかなか投稿しづらいテーマだったかなと思いますが、うんうん、その中、はい、知りたいうさぎさんと MI さん、貴重なレシピを教えていただきありがとうございます、ね、ありがとうございました。やってみたいと思います。はい、うん、それではじゃあ今週はどんなテーマで募集しますか。トッシーの腕の見せ所だよ、はい、みんながこうどしどし、あ、これはもうお伝えたい、伝えたい、トッシーに届けたいっていう任せてください。今週は分かりやすいテーマ用意しました。何でしょう。この暑い夏乗り切るおすすめの涼み方、初期払い、おすすめの涼み方、はい、おなるほど。はい、夏ね、やっぱり涼み方っていろいろあるけれども、まあ江戸時代から古来伝わる日本の夕涼みといったら、うん、まあうちは、はい、風鈴、打ち水、うん、等々ありますけれども、いいありますね、皆さんのね、はい、好きな初期払い、夏、うん、これがいいなっていうのは、僕はもうね、うん、完全にもうアイスの使っちゃうね、はい、アイスのもう初期払いなのかって言われるとなんかちょっとあれだけど、うんうん、もう夏に氷枕とか使って寝たりとか、はいはいはい、そういうのがすごく好きかな、うん、あとはやっぱ夕涼みだね、うん、日が沈んだ後に外で蚊取り線香を炊きながら、うんうんうん、内場で仰いでぼーっとするとか、こういうのもなんか、うん、その太陽の熱が抜けてく感じがしてなんか好きだな。そうね、いいですね。僕はですね、まあこれもベタかもしれないですけど、お風呂入って出る直前に水のシャワーを、はいはいはい、体にかけて、ちょっと体をクールダウンしてから出る、うんうん、ああ、うん、いいね。お風呂出た直後ちょっと汗が止まらないもんね、って出ちゃって、せっかくお風呂入って綺麗になったのにまた汗出ちゃったよって、なんかありません？僕は結構その汗をダラダラ流すのが好きで、うんうん、僕出た後に、はいはいはい、ユニクロのメッシュ地の、うん、やつをまず着て、でそれで汗がブワーっと出た状態で、まあぼーっとした後にそのやつを脱いで着替える、うんうん、なるほど、なるほど、なるほど。っていうような一回汗を出し切る、ね。そう、なんか、うんうんうん、でも、まあ確かに別に水シャワー浴びたらいいなって今聞いて思った。結構ね気持ちいい。なるほどね。そうそうそう。はい、という感じでね、皆さんいろいろ工夫があったりするんじゃないかと思いますので、小豆バーとかもね、やっぱいいですよね、アイス食べるのも。そうそうそう。でも白熊くんとかね、うん、はい、そういうお好きなアイスでも、構いません。教えていただけたらと思います。アイス食べ過ぎに注意しろよ。ということで、今週も日曜ラジキお聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございます。お相手は私、リートンと、ソッシーでした。バイバーイ。来週は7月か。